今日まだメール送れてないので後でメール送るね。こんばんは。今日は一人でパンカツしました。でも朝から並んだわけじゃなくて、なんかマッサージ行ったんですけど、そのマッサージ行く前にちょっと時間があって、でしかも美味しそうなパン屋さんを見つけたので行ってきた。なんか三軒茶屋のパン屋のパングワンってところで、これはミルクフランです。すごい美味しそうなの。そう、もう今月パンカツ無理かなって思ってたのよ。セリカと予定が会う日がなかったから、あのね、そうなかなか会わなかったので難しいかなって思ってたので、ちょっとね一人でパンカツしちゃったんですけど、いただきます。うん、あのこれねチンした方がいいね。うんうん、おいしい。ミルクフランで本当にシンプルにミルクだけ、練乳味感じるかも。練乳感強い、おいしい。しかもこのパン屋さんすごい安くて、安いっていうかもう結構安くて、3個で500円ぐらい。なんかもっとさ高いところ高いんですけど、このパン屋さんめっちゃ安かったからおすすめです。うん、パン自体は結構固めでフランスパン系だよ。フランスパン。バケットか、バケット。バケット系です。うん。ってことで、また今度食べたいと思う。多分配信終わった後食べたいと思う。よし、あれだね、そう、バケット思い出すよなんだけど、サムネイル公演が2日連続2公演ありました。そうなの、そうたくさんの方が見に来てくれてありがとうございました。キーちゃん卒業公演がもうね、遠い昔の記憶のよう、不思議。そうで、その前の日もカウントダウン TV のライブライブさんがあって、で2日間その劇場公演があって、ちょっと今日って感じで、今日はそうレッスンがあって、でレッスンが終わった後にそう今配信しております。鼻かゆい。うん、でさっきまでね、あの YouTube の編集のやつ見てました。そう、 YouTube の、 あの編集するんだけど、編集する前になんかどんなこと撮影したっけって思って、そうちょっと撮影したことを見てたんだけど、そう楽しみにしててね。うん、そう盛りだくさんの3日間で本当に
で、カウントダウン TV ライブライブさんはそう、イコラブさんとノットイコールミーさんとコラボして3組でやったんだけど、めちゃくちゃ楽しかった、めちゃくちゃ楽しかった。なんか推しの佐々木舞香ちゃんには話しかけられなかったけどその私リサちゃんには無事話しかけることができて、あとリサちゃんもあの YouTube いつも見てますって言ってくれて、すごく本当に嬉しかった。めちゃくちゃ可愛くて写真も撮ってもらって幸せでした。本当に可愛かった、天使だなって思ったよ。でもリサちゃんも私好きだの好きなのね。そう、なんかリサちゃんがどんどん垢抜けてる瞬間というか、なんかファンの人に見つかってく瞬間があって、そう、お姫様にしてよって聞くとかさ、なんかだんだんリサちゃんがそのイコラブの公式彼女みたいな、リサちゃん可愛いみたいなのがどんどん世になんか改めてみんなが気づき始めたらへんよりちょっと前に、あれ可愛いなって思ってたっていう。そう、そしたらそのお姫様にしてよって曲でなんかセンターになったりとか、そう、なんかどん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 その人気というか、そう、リサちゃんがどん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 見つかっていく姿を見て、すごいマジで可愛いんですよね。なんかその後も何個か選択曲があって、そう、全部リサちゃんっぽいんです。そう、マジで好き。そう、お姫様にしてよ、ほら白馬乗って渋谷を駆け巡ろうよ、ドクリンゴ勝ちて眠りにつこう大好き。指原さんそれこそそのライブの時見に来られてて、少しお会いしましたよ。少しお会いして、そう、緊張しちゃった。すごい綺麗だった、やっぱり相変わらず美しかったです。私ノエミさんが本当に楽曲を聴いたことあるぐらい、なんかメランコリーとかももちゃんのセンター、復帰後の初のセンター曲とか、そのももちゃんが急死した話とか、なんかほんとそういうなんか要所要所しか知らなくて、そう、完全に知らないんだよね。あとそう、マホロバアスタリスク、めっちゃいいよね、大好き。あの曲はそれこそあのイコラブのイカリングが歌ってて知りましたね。そう、めっちゃいい曲だなと。で言えないアスタリスク、手のひらサイズの小さな恋、マジでなんか切ない、なんかね、切ない曲が指原さん得意なのかな。そう、なんかキュンっていうなんか切ない歌詞が本当になんか素敵なものが多くて、そう、それズルズルもそうだけどさ、ズルズルとか手遅れコンフェッションとか、それこそあと背景あなた様とかすごいいいんだよね。背景あなた様合ってるかな、そう、背景だっけ。そう、室内曲めっちゃいい曲多くて、そう、あと指原さんはイコラブに関してなんだけど、あのお姫様プリンセスっていう用語をね
手遅れコーションだ手遅れコンフェッションって言った？ AKB の曲と混ざってるわ。東国警報は聞こえないふりして、うん、ねえ、そうなんだよ。あ、背景あなた様で合ってる？そう、背景あなた様とかめちゃくちゃいいので聞いてみてください。それこそ野口いおりちゃんのソロ曲なんだけど、切ないの、めちゃくちゃ切ないの。あと佐々木舞香ちゃんのあのマーメイド、何々マーメイドなんだよね、曲があるんだけど、その曲もめちゃくちゃ切なくていいの。真夜中マーメイドか、切ないよね。そうな、なんか MV がマジで勝ってます。そう、私もあんな MV 撮りたい私もああいう MV 撮りたいな。ねえ、そう、なんかね、本当になんかそのプリンセス系を用いることが多くて、そのお姫様で集まってとか、なんか新曲もそうなの、夏マトペって曲とかも、そのお姫様だけで集まって、その王子様には秘密でとか、なんかそういう用語が多くて、お姫様、なんかみんなお姫様みたいな、みんなプリンセスみたいなものが多いの本当に。とか本当に童話を用いたりとか、ズルズルとかもなんかその白雪姫はキスを待ってるとか、そうなんか多いんですよ、そういう童話、お姫様関連の童話とか、なんかキーワードを用いることが本当に多くて、なんか指原さんのそのね、なんか恋愛観というか、なんか女の子とか、なんかイコラブに対しての印象とかがすごい感じれてね、めちゃくちゃ好き。ね、女性が好きなプリンセスとかやっぱ用いてんのかな。ね、好き。で食べちゃう。そう、いやでもそう、なんかね、なんか女の子もやっぱでもお互いにそうじゃないかな、お互いお互い、なんかやっぱアイドルって女の子でつい憧れちゃうものだったりするし、だからね、お互いいいところあると思うし、お互い違うねコンセプトだし、あ、シネマも好きです。シネマがそれこそリサちゃんがセンターなんだよ。衣装がめっちゃ合っててね。そうなの。うわ、もう語り出したら止まらんぜ。止まらんぜ、もう一つ一つの MV ちゃんと語っちゃうぜ。スギちゃんみたいになっちゃった。語っちゃうぜ。うん。で、まあ、でノットイコールミーさんはそのかそう青春って感じのテーマなので、青春のものが多いんですけど、まあ、個人的にハッとさせられたのが、そのセンターのななみちゃんがずっとショートにしたかったらしいんですよ。ずっとショートにしたいって言ってて、で指原さんはいやロングが好きって言ってて、でなんか何回も何回もなんかショートにしたいんですけど、ショートにしたいんですけどって伝えてたことなんですけど、伝えてたところをある楽曲でハニカミショート、ハニカミショート、そうハニカミショートで
しかもハニカミショートって楽曲でななみちゃんショートにしたんですよ。ななかちゃんか、ななみちゃんだと思ってた。ななかちゃんショートにしたんですよ。なんかそういうエピソードとかもガチで切ったんだよ。しかもガチで隠してたらしくて、ずっと楽曲披露まで、そうメンバーにも隠したりとかして、すごいよ、ね、なんかそういうエピソードとかすごい好きで、そう、いや、そう、なんかそれも裏にはそういうエピソードがあって、で、まあ、今回こういう楽曲で、もうどっちが先なのか分かんないけど、でもその楽曲に合わせてその今までの要望に応えた指原莉乃さんがめちゃくちゃかっこいいなと思って、そう、すごい。ななかちゃんあと歌もめっちゃうまいよね、マジで。なんか声が緑黄色野菜さん の、 あの歌ってる方みたいな声してる。オタクなの多分。なんかそういう情報をいろいろいろんなところからキャッチして、なんか一人で鑑賞会してんの語りたい、だからここで語ってる付き合ってくれてありがとう。緑黄色社会、野菜吸った？あー、もう物が働いてない。緑黄色社会さん、そう、そんな感じです。あ、そう、私のペンダは白と紫です。そう、ありがとう、ありがとうございます。そう、あとその何カウン、そのそれこそフェスでファンになってくれた方とかもいて、すごく嬉しいです。みんなと会えるねイベントがこれからたくさんあるからお待ちしてます。なんかリミスタもあるし、あとお話し会とかもまた多分再販ありそうだよね。なんかあるかなって、前回のシングルの感じだとあるかなって思うから、そう、それも待ってるし、そう、いろいろ会う機会たくさんあるのでお待ちしてます。劇場公演もまああとちょっとだけどあとちょっとだけど、そう、お待ちしてます。ファンミア前と、うん、ファミも前と同じ感じかなとかと思ってるんだけどね、どうなるかなって感じで。そう、握手会とかお話し会もね再販ありそうだなって感じがしてる。めっちゃ予想、なんかこれまでの感じでいくとあるのかなって感じですね。そう、武道館もね、そうですね。お、金当たったから行くよって待ってる、待ってるね。あずきファミやる？ねえ、私もファミやりたいって言ってたんだけどな、春ごろねえ。まあ、あの首を長くして待っててくださいぜひぜひ。劇場最近全然当たんない。まあね、なんか千秋楽が近づいてきてるから、みんなね見に来ようとしてくれてるのかもしれないよね。うん、え、誕生日単語、誕生日単語でいいの、いいの。ハッピーハッピーバースデーの方がなんか明るめだよ、一応。まあ今月はね、あのぜひ発表があるので、まあそれも、あ、そうだよそうだよそう、今月ね発表することもあるの。そうそう、だから楽しみにしてて。結構もう後半はね、そう、まだお話
できてない、まだまだ私できないけど、そう言いたいこともあったりするので、そう、まあ、年末にかけて気を抜かず気を抜かず見ててくれたら嬉しいかな。いやでも明るいやつ、明るいやつです。あー、ハードルは上げないで待っててーハードルは上げずに待っててー、お願いします。そう、雑誌のねこと、雑誌も発売されたんですけど、そう、それとは別でまだあるので、えへへ。うん、うん、確かに報告かな。うん、でも個人的にはうん、すごい楽しみにしてたことというか、が発表でもあるのかな。うん、かなって感じ。そう、かゆい。でも舞台は今年は難しいかな。ねえ、なんか大学が結構もう今年頑張ったら卒業できるので無事卒業できそうなので、そう、とりあえず単位取得を第一目標に、もう後半はやっていきたいと思います。頑張る。だから舞台難しそう。あ、でハロウィンの衣装はね、ポケモン系にしようかと思いまして。でも正直悩んでる。もうポケモンだったらつなぎになっちゃうのよ。ねえ、なんかちょっとさ、もうちょっとアイドルっぽくもなりたいなと思って。そう、ねえ、でもヌオーのね着ぐるみ見たことないんだよね。なんかでもポケモンにしたいけど、でもそう、もうちょっとなんか可愛い感じ欲しいなと思って、なんかいいものを探し中、今そう探してる。そう、ポケモン系にするか否か本当に悩んでる。なんかポケモン関連でその可愛い感じ、つなぎ以外のものがあればそれもいいなとか思うんだけど、そう、ちょっと悩むよねって感じですね。悩む悩む本当に。ね、そんな感じです。あ、ミュウツー。ミュウツーだったら私まんまでいいかな。ミュウだもん。でもさ、私がポケモンで行く場合ってみんなポケモンでしょ？なんかそれも、その例も見たいなって思っちゃって。なんかそんな例も絶対可愛いじゃん。なんか例が可愛いじゃん。だからそれもいいなと思うんだけど、ねえ、それがさ、ポケモントレーナーの仮装して、あ、ポケモントレーナーの服着たらいけるんじゃない？ポケモントレーナーの服着て、ファンの方にポケモンになってもらって、ゲットしていくのとかどう？どうどうどう？逆に私をゲットしたい？どっち？どっちがいい？あ、ジェラピケのやつね。え、もう発売そろそろだよね。今月末とか？え、男装じゃない、可愛いやつ、可愛い女の人のトレーナーさんの服着るの。
ンスを昨日初めてポケモンセンターってねえ、ありがとうありがとうちょっとボールガチで投げたらねダメだけど、そうエアーゲット。おじさん、おじさんみんなサトシ、おじさんみんなサトシでフフ楽しそう。それか博士。女の子は、え、本当にこれで決めちゃう？ガチで探さないとや。え、でも、ま、ちょっと待ってて、ちょっと待っててね、ちょっと待っててほしい。ちょっとちょっとキープ。女の子はね、あのみんなピカチュウ女の子はみんなピカチュウで、おじさんは博士かサトシ。あ、たけしでもいいよあ、短パン小僧もあり、全然いいよ。短パン小僧、短パン小僧ほんとよく出てくるよね。コーラやばい、コーラ背負ってくる人いる。わあ、うん、とりあえずなんか着て、うん、なんか着てきて、まあね、またショールームで近況報告します。こんな感じにしたよって。マジ探そう。うん、あと何があった。劇場公演もそうだよね。そう、卒業、きーちゃんの卒業があって、愛ちゃんが久しぶりに、久しぶりっていうか初めてサムネイル公演出演して、で次の日、昨日は日向が1年ぶりのサムネイル公演で、そうで、カレンちゃんが通常公演が昨日がラストだったんですよね。そう、今日ね、あの20時までやる。体調が本当にね元気だったんだよね私。でもなんか2公演ある場合、1公演目と2公演目の間に睡眠をとるんですよ。睡眠とるから、だから元気だったのかもしれない。絶対お昼寝してたの本当に。30分とか寝て 2公演目臨んでたのね。でも私的にはそっちの方がめちゃくちゃ良くて、なんか1公演目と同じ気持ちで2公演目もできるんだよね。なんか1公演目やって、でなんか1回ね寝て、なんかリセットして、記憶とかもリセットして、よし、まあ、これから本日初めての公演だぐらいの気持ちで臨めるからめちゃくちゃ良かった。だから元気だったのかも。うん、石の上で寝てたら体痛くならない、ならない、ならないの。なんかねすごいんだよね。上にかける毛布もあるし、枕もあるからだからその両方やって寝るんだけど、本当に心地よくてずっとそこにいたくなるんだよね。筋肉痛も大丈夫どこも何も痛くない、本当に。うん、なるに寝てるとこう取られるかもやけど、私もなるのを取ります。
それこそ今日なると一緒にねかき氷食べたんだよ、レッスン終わり。布団をかぶっ覆って取る、そう、布団を覆ってても取ります。目には目を、歯には歯を。イチジク食べた、イチジク。私身体丈夫ですね。丈夫なんだけど、あと日々睡眠大事にしてる人なので、結構負けないです。そう、なんか毎日絶対睡眠は取るようにしてて、そう、どんなに疲れてても絶対に寝るようにしてるから。あ、いや違う 疲れてたら寝るの普通だよね。そう、どんなに時間がなくても絶対に睡眠だけは確保してるので、私睡眠ないとダメなので、そうだから元気なんだと思う。ポケモンスリープできるだけしてる。竹丸、多分ありがとうございます。私の定位置をは、私も結構上手の、本当になると同じらへんのところが私も好きなんですよ。好きで、それこそ多分1日目、そのなるが寝てたところに私寝てたんだよね多分。で2日目はなるが先に寝てたので、その一番かな。前から1列目から数で2日目は寝た。1日目はそう、一番後ろから一つ前らへん寝てました。そこらへんが好きです。あ、マホリン、マホリン今日誕生日じゃん。ありがとう、私にもプレゼント ありがとうございます。ありがたわです。マホリンハッピーバースデー そう、でも劇場でも少しね話せてでね、そうなんかめっちゃ私のファンの方、今月の誕生日多い 今月の誕生日が多い、特に女性なんかすごい多いんだよね。ここ2日間、それこそ劇場の2日間のタイミングで「誕生日です」とか、なんかそれこそ「あさって誕生日」とか、今日誕生日とか、なんかすごいね、一昨日と昨日誕生日の人がすごく多かったんだよね。だから何かご縁があるのかなって9月生まれの方に縁があるんだなって思っちゃった。すごいね、9月生まれの人と相性いいのかも。え、すごい。あ、先月だったって。いやでもほんと9月の人がたまたま重なっててびっくりしただけなので、そう、こんなに重なること多いんだって思って、そう、お祝いできてよかった。ねえ、誕生日の日にほんと劇場公演私が出てたらいいんだけどね。
そう、なかなかタイミングがね。私も4月だからまだまだ先だ。9月もやっぱ多い？そんなもん？まあたまたま重なってただけなので、そんなこともあるんだなぁと。ねえ、誕生日にやっぱ婚姻あるといいよね。私も今年の誕生日すごい幸せだった。いろいろ公演たくさん出て、怒涛の公演三昧だった。3日連続とかで公演出たんですけど、全部違う演目で、そう、楽しかった。誕生日付近か、そう、みんなにも祝ってもらえて嬉しかったです。いや、そうなんだよ。あ、ミューカルやろっかな、そろそろ。今何時何分？メンバーも輪投げやってるのって。メンバーは輪投げやってないよ。みんな輪投げすごい上手だよね。上達してない？みんなすごい上手になってる感すごい感じます。よし、じゃあ何か歌いましょうかね。あ、イメスタマーシュ君楽しみにしてるよ。なぎ？何歌っかな、何がいいかな。今日どんな話したっけ。劇場公演の話したね。そう、輪投げでね、みんな輪投げ練習してるよね、家でも多分。そう、それこそファンの方にね聞いて、手作りした輪投げで練習してますって人とか、買った人とかいろいろいて、みんなもプロだなと思って。どうする、次けん玉とかになったらけん玉買って練習する？ねえ、夜中マンメイドとか歌えないので、そう、クラブさんの曲はねまだね歌えなさそうなので、憧れのポップスター。どうかしてる、そう、あなたはポップスター、みんなのラバー、わかってるけどあなたはポップスター、ファンの一人でいいの、こっちを見てよ、CDジャケットの中
しそう欲しいみんながライバル欲しいいつかと一人じめはできないみんなのラバーわかってるけどあなたはポップスターファンの一人でいいのコーチを見てよ CD ジャケットの中ハートがウィンクしたようで月謝公演でめちゃくちゃやってたな、めっちゃ懐かしい。ウィンク、ウィンク、ウィンク、ウィンク。あといい感じの曲ないかな。がいびつな真珠懐かしい。目撃者懐かしいな、やっぱ。何がいいかな。あ、今日までのメロディーってた。空に手が届くか、かかとを上げてみようか。うんうん、さっきよりも近くなるかも。ね、アイスミルクを飲んだのはいつだろう。聞いてたな。あ、ささめきリグレッツ。スティー、ダナナ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 。さよならさよ。お風呂入りということでシャワーの圧だからにしようか。どうしよう。って初めて聞いた。俺俺なんかこう見ると本当に知らない曲結構あるかも。すべては途中経過。これで最後。誰？えのき、えのきさんありがとうございます。ありがとうございます。あのビルの屋上だけがシルエットになる。夜明けは静かにそぼとに希望と言うんだ。何のせいで眠れなかった。カーテンの外の世界です。だから人生は何度でもゼロから始められ、マイナスを途中経過。
太陽は昇り出かけてる。誰かがいつも可憐な雨降るだけで捨て遅れたタイムなら、この坂一体目指せてもいい気になるなよ。明日は明日ということでありがとうございました。じゃあランキング発表に行きたいと思います。じゃあ13位からいくね。13位がウィンザー、13位おめでとうございます。そして12位が、ふっちゃん、12位おめでとうございます。そして11位がスナカビリーさん、11位おめでとうございます。そして10位がリムさん、10位おめでとうございます。そして9位が MK さん、9位おめでとうございます。あ、スネークさんか。11位がスネークさんで、8位がヌーコッパ、パルイチュッカよ。そして7位がみほさん、7位おめでとうございます。そして6位がバディさん、6位おめでとうございます。で5位がかがく先生、5位おめでとうございます。で4位がザゼロさん、サウイチュッカエヨーで、3位がエニョッキさん、あれ、帯科学先生って言ったっけ、帯科学先生かもさんだー。で3位がエニョッキ、3位おめでとうございます。マホリンの友達で、2位がマホリン、誕生日おめでとうございます。ハッパースデイトゥユー、ハッパースデイトゥユー、ハッパースデイディアマホリン、ハッパースデイトゥユー、おめでとうございます。はい、で1位が竹丸、1位おめでとうございます。ありがとう。はい、ということで、そうバディさんがね初めてだったということで、初めまして。じゃあ14位から読んでいきます。柳、大粒ちゃん、ローソンジさん、ウィンド 4B さん、ヒロジ、ヒヨコさん、BJ さん、ヘギョンニ、ケンシンさん、テオネオさん、ピーシアさん、アスランヒデちゃん、和田さん、フロストさん、鉄道好きコナンさん、ゴールド888さん、ピーヌシーさん、トシエジャケンさん、ジャリングさん、PTY さん、ヤマちゃん、ヒデジロさん、ヤマハさん、サトリ、プレッシー、
ミンパディさん、ヒョパンさん、ノブさん、イムさん、カトビービーさん、ファニン、ユッタン、アリテチ、ヨモンニ、ガスコインさん、ホイホイ、チューシン、ナンナ48さん、シホコ、タックン、M、ネコワイ、ドクタケ、タカハシ、ミューリンインフルエンザさん、オーちゃん、チキン、リックス、行政ウシタさん、スミレちゃん、リンチャノシさん、なっちゃん、行政ウシタツーさん、ビッグママさん、あやかんちゃん、エイトくん、ゆうとし、まいさん、ひてなま、みゆりぶ、チェンジ DC、ぐるぐるさん、ほわんさん、からにピースさん、オスワルドさん、ファイトさん、ゆきびかりさん、きそうさん、さの、えいちゃん、こうちゃん、ドナトリミュードンさん、ボビー、あゆ、YK さん、ヨークマ、メタルピーチさん、サイクロンマグナムさん、みずき、デコデコ、ポングポングさん、情報技術研さん、パラングスさん、スタンリー氏、スリエスさん、ジュンヤ、マツグさん、はい、100位まで読みました。ありがとうございました。ありがとう。ということでスクショタイム、スクショタイムするよ。はい、チーズ。はい、チーズ。はい、オッケー。あ、ちょっと待って。うん、チーズ。はい、オッケー。はい、皆さんありがとうございました。今日は配信見てくれて、すごい9000人ぐらいの方が、9000人見に来てくれた？みんな。ありがとうございます。よかった。よし、じゃあまた配信するね。見に来てくれてありがとう。またね。優しく切るね。じゃあまたね。おやすみ。またね。